イルド・フランスは1926年に竣工したフランスの客船。戦争を挟みつつ約30年にわたり来た大西洋航路で活躍した豪華客船で数々の海上救助に従事したことから大西洋のセント・バーナードの異名を取った。イルド・フランスのサロン・フランスの CGT、現、CMA、CGM が来た大西洋航路で 第二次世界大戦を挟み1927年から1958年まで運行し、異彩を放った、キャビンサービスや船内インテリアデザインから、エスプリ客船と称され旅行者たちに親しまれた。ニューヨーク航路急行便の大型客船フランス、パリに続き、1925年寄港し、イギリスのオリンピック、ベレンアリア、アキタニアに次ぐ規模の大型船だが、新造船、 T5 計画の使用は、巡航速度22ノット確保に、機関は旧式化した直結タービン、CGT の野たい外観船型デザインと相まって、船体線形設計基本は保守的なものだった。船名は、フランス首都圏のイルドフランス地域圏にちなみ、1926年5月29日、巡航したが、就航は、 同時代の最大級五過客船の中異例に襲い、翌年6月となった。建築家ル、コルビュジエの著書、建築を目指してにある一節、住宅は住むための機械である。の影響は、アールデコデザインのインテリアより、機関室や壁の中など目立たない部分にあった。機関室にフォーマイト射精消火設備を備え、消火剤散布は、通常式ボイラーに依存。 初期発電 650kW と補助ボイラー 55kW で 200V の安定した電力供給からエンジン換気は電動のハウデン式押し込め通風装置で客室の空調とともにかつてはカウルタイプのベンチレーターが独立し複数設置されていたが船内機器設備用ユーティリティスペースを大幅に見直してベンチレーターダクトのエンド形状工夫や トップハウスとファンネルハウスを拡張してその中にまとめ、船体上部デッキに広い空間をもたらした。この設備配置を応用した1935年のノルマンディでは計画中、客船の美観を追求し、アイデアからスケッチを起こし検討する一方、イギリスで1936年5月、就航クイーンメリーは強力なエンジンと新しい換気機器や空調装置を備えたが、 設備配置の設計概念は1925年以前で姉妹船のクイーンエリザベスでは改善を図っている。1920年代は大型客船にとっては過渡期にあり燃料は重油に移行していたが線形は石炭粉のボイラーから倍円に細長く高い煙突が並ぶ豪華客船のデザインを引きずり、イルド・フランスの第三煙突は 実質ダミーファンネルでこの再現に設置し、推進手機の機関室換気ベンチレーター排出口と補助ボイラー排気に当てられた。補助ボイラーは接眼中でリックやキャビン空調など動力源で、推進手機のプルドンカプス式ボイラーと同じく蒸気圧は低く倍円の多さから写真に見られるようダミーファンネルには見えなかった。船体完成後、船内インテリアで顧客室などに 自国の代表的木工家具作家、エミール・ジャック・デュールマンを渡って乗船したら、もうそこはフランスですというキャッチコピーでアピールした。乗客定員1786人は、手厚いサービス提供の上限から、定員以下の1400人泊まりだったが、CGT は、ニューヨーク急行便の好調でこの年過去最高益を、上げ、またイルド・フランスの一藤客室は1935年まで、 この航路の人気主位を維持し、1938年までの10年間では、平均船客数は1航海あたり795人の小積率を誇った。1928年7月から1930年10月の間、カタパルトを船尾に設置し、飛行艇リオレーオリビエ H-198 または CAMS37 を搭載し、 到着1日前に発信させる郵便選抜サービスを行ったが、天候や技術面で実績は振るわず、短期間に終わり廃止された。撤去した空間には幅12メートル超24メートルで9ホールのゴルフ施設を設けた。船名をネオンサイニイルミネーションでトップデッキに設置した客船ではイルド・フランスが講師とされ皇族のルマンディは言うまでもなく、 ドイツ NDL のブレーメン級も模倣し、節眼艇白中満艦色からライトアップ設備がさらに増設され、PR 用電飾装置は、副次で、工事項目、救助船の作業で役立った。軍事輸送船時代のイルド・フランス。背後の船は、アキタニア。1939年9月3日の朝、フランスはドイツに戦線復刻した。その数時間前、 フィールドフランスは、ルアーブルを回覧、日増しに避難者や帰国者が増加する中、この便では定員を400人超える状態で、豪華なサービスも行き届かない、難民船状態だった。臨戦警戒で、投下制限が敷かれ、相次ぐフランス国籍船への攻撃と防止の、情報を受け取る、緊張の中、9月9日ニューヨークに到着した。会社指示で復興は取りやめ、 100名ほどの保安要員を残しニューヨークのスタテン島沖に停泊した。船を降りた乗組員たちは CGT 社内事例移動、徴兵、軍属志願や義勇ボランティアなどでそれぞれの道に着いた。1940年3月連合国側に接収され、同年5月1日イギリス軍事輸送船としてヨーロッパ、シンガポール、オーストラリアを運航。 1942年10月南アフリカ、ポートエリザベスに寄港、ここで、ちょうど装飾を破壊撤去して、兵員輸送船へ改装した。1949年時のイルド・フランス、煙突の本数と形状が変更されていた。戦争終結の1945年秋、イギリスから CGT に変換されたが1947年までアメリカ、 カナダへの福音専用輸送船として提供され、福音輸送船配線スケジュールを統括する、キュナードラインの管理下に入る。開業後の同年4月3ラゼールにて、復旧修理と改装が行われる。物資不足や、戦時の破壊と国史で2年に及ぶ、長期工事の末、ダミーファンネルを撤去し、日本煙突の真相で1949年7月21日、来た。 大西洋航路に復帰する。戦前同様に多くの調理人たち122人が乗務して様々な料理答えるなど、熱いサービスののエスプリ客船が好評を博した。CGT は不本意な事態からパリ、ノルマンディを失い、イルド・フランス一席では、ニューヨーク急行便スケジュールの維持は難しく、終戦直後の事情から心臓船建造の資金調達や流通物資の不足状況に、 造船所では、船舶の修繕すら滞る事態から、代替保管には、中古船を当てる案が浮上した。敗戦国ドイツの NDL 所有 SS オイローパは、1945年5月8日、連合国側が、ブレーマーハーフェンで欧州、アメリカ政府省和化下のアセスヨーロッパと解明して、福音用の兵員輸送船として改装が行われ、8月25日に、工事は終了した。 連合国側が接収した際の点検では空襲の破壊は警備だったが、潜伏側面にはダズル迷彩が施され、救命ボートは全て降ろし転用、公開機器備品から配線電線の果てまで取り外され、過労時点エンジンが保全されている状態だった。福音兵員輸送船として、使用航海に応急処置の復元と改装作業は、戦時下書類図面の喪失、 物資不足から不十分なものに止まり、9月11日ブレーマーハーフェンから、他にサウサンプトミやオークニー諸島からニューヨーク、北米への送迎数便にて運航された。この数度の運航中には、配線回路のショートが原因とされるボヤが、たびたび発生し、船体クラックが発生拡大して、ドック医療係な修繕なしには運航は危険と、判断。 1946年5月2日に、平員輸送船から解約、アメリカ政府管理のもと6月8日、ブレーマーハーフェンにて経流されていた。SS オイローパの扱いには、アメリカ政府に対して、ノルマンディの喪失と、その補填賠償を利用した、交渉の結果、7月3日、フランス政府に移管された。シェルブール経由で7月27日ルワーブルに、後サンナゼールへ開港される。 経流中の修繕改修工事計画を前にした調査作業中の12月8日、高天下岸壁から流出、陸上から供給していた電力が失われ、船内にはクラックからの浸水に設置していた排水ポンプは停止してしまい、翌日には着底沈没してしまう。1947年1月30日、アメリカ軍の援助で不要。 1949年10月18日ドック入り、船名を SS リベルテに改めて、1950年8月17日、ルアブルニューヨーク航路の急行便に就航した。海藻は、船内の増改築と、売煙対策に煙突には清流用にフィンを取り付け、その後煙突上部を流線型カーブに変更した。イルド・フランスも、再海藻では煙突にフィンを取り付けている。 イルド・フランスには大西洋のセント・バーナードという異名もあった。これは、同線が数多くの海上救難を行ったことに由来するもので、1932年に戦客を見送りに来た民間機が銅線付近で墜落したのを救助したのを皮切りに、1951年には機関室浸水で漂流していた A 貨物船、チェズウィックをエスコート。 1953年には、公典で沈没した A 貨物船、グリーンビルの乗員26名中24名を救助。1958年には、スウェーデン客船、クングスホルムで、病気の船客に吸入させる酸素が不足したのに、対して補給を行い、その2週間後には、オランダ貨物船、ソエスダイクの乗員が中水炎になったのを引き取って、船客の下の失当によって、 手術を行った。回復したところ、すでに注水先行から腹膜炎をきたしており、本船で手術が行えなければ、致命的になりうる状況であった。さらにその10日後には、リベリア船籍の貨物船から、ズダの乗員を引き取り、船員が治療を行っている。様々な救助実績の中で最も有名なのが、1956年7月25日。 アンドレアドーリア遭難事件への対応である。この公開で、専人船長休暇から大事の任にあったラウルド・ボーディアン男爵は復興ニューヨーク出版からしばらく、後遭難信号の一報を受け無線室に、追加情報の収集を命じたが、アンドレアドーリアの応答はなく、追って、もう一方の事故当事者、MV ストックホルムとのコンタクトで、半信半疑のまま直ちに袋を中断し反転。 救助活動に向かった。この事件では衝突の直接犠牲者を除き1660名の生存者が救助されたが、このうち本船は754名を収容している。事故発生時、アンドレアドーリアの船長イカノリクミンは被害状況を速やかに把握し、整然と避難誘導を進め、また事故発生時のノームから救難作業中工展した気象条件と、 アンドレアドーリアの救難信号に応答した船舶6隻の密接な連携からこの事件は海難救助の高齢の一つとされる。また巨大なイルド・フランスの存在は遭難者に安心感をもたらし、疲労や衰弱に対して熟練した救難介護経験が発揮された。この救助活動は世界中から賞賛を受け、その功績によって勇敢な船への受賞を受けている。 非アメリカ船籍の船としては異例なことであった。イルド・フランスへの票、豪華客船中の豪華客船に異議を唱える意見は、多く、船体規模、絢爛なインテリアに、速度記録など、様々な面でこれを凌駕する豪華客船はそれ、以前から、またその引退以降も刷新を繰り返している。それでも長い運航期間中、乗客にまつわるエピソードや伝説、 時にはユニークな料理そして多くの養生救難活動など広範な活動と逸話に彩られた20世紀前半から中期における屈指の客船であったことは異論の余地がない。他社では欧米社公会と上流階級のマナーを踏襲し様式に則っ,ったサービスに終始したが CGT はフランス伝統の中にあっても堅苦しさは薄く 他民族の文化に応える柔軟な姿勢で臨んだ。その評判を聞いて、富士達具寺なども乗船している。キャッチコピーを早くから導入するなど、イルド・フランスの運航会社である CGT は広報活動にも巧みであったが、それゆえか、真偽定かでない伝説も多く伝えられている。当時の報道や文献、乗船名簿の記録などから、 全くの劣造ではないが客色が入っていると思われる事例も多い。フランスの建造に伴い1958年11月引退、スクラップとして1959年日本に売却、アメリカ映画、最後の公開のロケ、セット仕様から日本戦績のフランス岩に改名、撮影後大阪で解体された。その際に、いくつかの装飾品が徳島県立博物館に引き取られたほか 戦争等による休業から再開を図っていたマヤ、観光ホテルの内装品としても使用された。ありがとうございます。